江藤じゃないか。振り返るとそこにはスーツをラフに着崩した男性がいた。高校時代の同級生の高橋ひろしだった。高橋か。高橋ひろし。ああ、高校卒業ぶりだな。俺は嬉しそうに顔をほころばせる高橋を見て、正直嬉しいとは思わなかった。するとどうだろう、高橋は腹を抱えて指差しながら笑い出すではないか。ちょ、お前超ウケるんですけど。何そのみすぼらしい格好。大学現役で入学して今じゃ塗装作業員かよ。マジウケる。超やべえじゃん。は？俺今何やってるか知ってる？俺は大学病院のエリート医師だぞ。それに比べてお前はさ、いや、くっそマジウケる。やっべえ、腹痛いて。こいつは涙を流さんばかりにゲラゲラ笑っている。パパ、ありがとう。かわいいよ。これでウサギちゃんファミリーのおうちごっこできるよ。おもちゃ屋さんで見たのより大きくて部屋数もたっぷりあるぞ。今度ママのお休みの日にベッドとかお風呂とか見に行こうな。うん。俺の名前は伊藤大地、36歳だ。普段は家で仕事をしており、妻のサナと娘の美咲と3人で暮らしている。夫婦共稼ぎ世帯だが、妻はかなり不規則な仕事をしているため、在宅で仕事をしている俺が主に家事を担当している。娘の美咲は4歳で認定こども園に通い始めた。日中はこども園に預けっぱなしになるため、土日は美咲と思い切り遊ぶことにしている。俺は手先だけはかなり器用で、今も娘のためにミニチュアの動物を模した人形の家を作ったばかりだった。おもちゃ屋で見つけた木のお家はおしゃれだったが、お値段が相当やばい。俺でも作れると思い、時間を見つけてはコツコツと作っていた。ねえパパ、このお家の屋根青くしてほしいな。ああそうだね、青い屋根のお家が欲しいって言ってたもんね。このタイミングでサナからの LINE が入る。遅くなってごめん。今仕事が終わったので帰れます。明日は休みだからゆっくりできるよ。サナちゃんお疲れ。今 DIY センターに行きたかったから迎えに行くよ。ありがとう、助かる。俺は美咲を車に乗せてサナの職場へ向かった。サナをピックアップして DIY センターで青い水性塗料とニスを買った後で晩ご飯を食べに行こうと考えていた。当直からの明け晩だったにもかかわらず、仕事が立て込んで帰るタイミングをすっかり失ってしまったサナは少々げっそりしていた。大変だったみたいだね。ちょっとね。サナが言うちょっとねは絶対ちょっとどころではない内容なので、早めにご飯を食べて寝かせようと思った。定時で後輩くんを返しちゃったから回らなかった。そうか、それは大変だったね。でもママは美咲の元気なお顔を見られてパワーチャージできました。あのねパパにウサギちゃんのファミリーハウス作ってもらったんだよ。これから屋根を青くしてもらうの。ああそっか、とうとうできたんだね。 DIY センターに着くと俺は塗料を買い求めに行った。パパ、作業着姿で来ちゃってる。あ、脱ぐのを忘れてた。ヤスリ掛けに塗装など、ドールハウス一つでも結構服が汚れる。俺はサナとのラインの後、慌てて車を出したので、作業服を脱ぐのを忘れていたのだ。そのまま食事に行くという話をしていたが、作業服を脱げばそれなりのカジュアルウェアだから、まあ問題はないだろう。ママ、あのね、ここのワンちゃんコーナーも見ていい？オッケー、それじゃあワンちゃん見に行こうか。サナも仕事モードからすっかりママの顔に変わっている。こんな風にオンとオフの切り替えができているので、娘の美咲もママに甘えられるのだろう。俺が塗装の会計を済ませ、サナと美咲がいるペットコーナーへ向かおうとしたら、俺を呼び止める声が聞こえた。
伊藤じゃないか。振り返るとそこにはスーツをラフに着崩した男性がいた。高校時代の同級生の高橋ひろしだった。高橋か。高橋ひろし。ああ、高校卒業ぶりだな。俺は嬉しそうに顔をほころばせる高橋を見て、正直嬉しいとは思わなかった。というのも、こいつのプライドの高さはエベレストをはるかに超えるもので、学生時代、こいつの自我を保つために俺がいつも出汁に使われていた。当時付き合っていた彼女との仲を引き裂かれたし、テストの点数が俺より上だったら全力で俺をバカにした。どうしても俺よりも優位に立ちたかったらしい。それがどうしてなのかわからない。なぜか俺が目の敵にされたのだ。結局俺は現役で大学に合格し、高橋は周りに吹聴していた医学部現役合格ができなかった。それが原因かわからないが、高橋は卒業式には来なかった。彼は高校卒業以来と言ったが、厳密には自分の浪人が決定した日以来だ。まあそれも遠い昔の話だし、あれから20年近く経って俺もそれなりに大人になった。こいつとは今日限りだろうと思い、話を合わせることにした。するとどうだろう、高橋は腹を抱えて指差しながら笑い出すではないか。ちょ、お前超ウケるんですけど。何そのみすぼらしい格好は。大学現役で入学して今じゃ塗装作業員かよ。マジウケる、超やべえじゃん。ゲラゲラ笑いながら涙を流しそうになっているこいつをどうしようか迷った。俺は無視をしてその場を去ろうとした。俺今何やってるか知ってる。俺は大学病院のエリート医師だぞ。それに比べてお前はさ、いやくっそマジ受かる、やっべー腹いて。もう20年近く昔の屈辱をやっと晴らしたとでも言わんばかりにゲラゲラ笑っている。ほう、どちらの大学病院ですか。宮廷大附属病院だよ。今は心臓外科の医局にいるよ。そうですか。そんなエリートのあなたが今日はなぜこのお店に。庶民派の DIY センターにエリート医師を名乗る高橋がいるのは少々場違いだと思った。ああ、アウトドア用品をね、キャンプギアを揃えるのに来たんだよ。へえ、そうなんですね。そういったところで佐奈と美咲が俺を見つけてやってきた。高橋が一瞬こちらの顔を見て顔色を失ったように見えた。え、高橋先生、大地さんお知り合いだった。だんだんと高橋の顔が青ざめていくのがわかる。ああ、高校時代の同級生だよ。どうやら佐奈もお知り合いのようだな。お知り合いも何も、彼は私の部下よ。ちょっと高橋先生、仕事途中で放棄してここで何をしてるのよ。サナが高橋を怒鳴りつけた。どうやらサナが仕事からなかなか離れられなかったのはこいつが原因だったらしい。定時で後輩くんを返したとサナは言っていたが、仕事を放棄したことが分かった。この作業員と伊藤助教はどんなお知り合いで。この人は私の夫です。それに作業員ではなくあなたと同業の医師よ。え、今度は口をパクパクさせながら俺を見る。こいつは本当何なんだと今更ながら思う。大学卒業後に宮廷大附属の精神科や内科で勤務医していたんだけどね、子供が生まれたから開業したんだよ。今は小児科も見る総合内科医だよ。開業したのか。ああそうだよ、専門医資格も取ったしな。まだ早いとは思ったが、サナさんを大学病院で思い切り働かせてやろうと思ってな。妻のサナも大学病院の勤務医だ。俺より2歳年上だが敏腕心臓外科医で医学部の助教の役割も担っている。治療法確立のために研究プロジェクトを立ち上げており、外来では治験も行っているのだ。そんなことより
あなたが途中でいなくなるから患者様の命が危険にさらされるところだったのよ。もうあなたのことかばいきれないわ。高橋は膝を折って座り込んでしまった。サナはこのところの高橋を見ていて少々思うことがあったようだ。あさってはちゃんと医局に来てね。ちょっとリエゾンナースに話を聞いてもらおうか。その前に明日はうちに来て晩ご飯でも食べないか。積もる話もあるしな。俺はサナと目配せをして高橋を翌日の食事会に誘った。俺は旧帝大医学部に現役合格し内科や精神科分野について学んでいた。大学病院での勤務医時代に先輩医師のサナと出会う。サナと結婚しほどなく妊娠と出産。出世街道爆心中のサナのキャリアを止めたくなかったので俺は総合内科と心療内科を掛け合わせた小さなクリニックを開院したのだ。今この段階では高橋は仕事を放棄してサナがかばいきれなくなるほどの状況になっていることしかわからない。ここで客観的に高橋を俺が見て勤務先である大学病院の精神科を受診させた方がいいかもしれないという考えだった。その時は高橋もかなりうろたえていたのでそこで別れることにした。そうするとどうだろう。高橋が勢いよく俺とサナに土下座をしてきたのだ。おい、周りに人がいるぞ、やめないか。申し訳ありません。助教の旦那様だったとはつゆ知らず失礼な態度を。俺が開業医だと知って高校卒業前に高橋自身が実感した屈辱が蘇ってきたようだ。それはいいのよ。この人もそういう格好をしていたのが悪いんだから。それに今は私もプライベートなの。子供もいるからそういうのやめてくれる？まあ明日話しましょう。手ぶらでいいからあなたの彼女を連れていらっしゃいよ。サナはにっこり笑って声をかけ高橋を立たせた。優しく肩を叩き大丈夫だからとサナは高橋に声をかけそこで彼とは別れた。その日の夜、美咲を寝かしつけた後でサナが俺に高橋のことを話してくれた。高橋は遠くの土地にある大学医学部の出で医局の水が合わないという理由で数ヶ月前に旧帝大附属病院に転職してきた。心臓外科を専門にしたいというが専門医資格を取るための臨床例の蓄積も少ないし学会にすら所属していないというのだ。この状態でよく旧帝大附属病院に入局できたな。何でもお父様が権力者らしいんだけどね。それもよくわからないわ。高橋は前職と比べてあまりの激務に尻尾を巻いて逃げるという体たらくで、ただでさえ二浪の D ランク医学部卒業でハンデたっぷりなのに外来の患者を見るときだけは医師らしくなるからちょっと困っててね。サナはため息をつく。 D ランク医学部といっても難関次第と同じくらいのレベルなんだし医師免許持っていれば立場はみんな同じ医師だよ。そう言いたいんだけどね。なんかどこか高飛車でね。なんて言うのかな、強気を助け弱気をくじくみたいなところがあって、医局の医師やパラメディカルスタッフたちだけじゃなく患者さんにもそんな態度を取ることがあるらしくって、医局でも孤立しかけててね。そうか、昔から全く変わってないんだな。そのくせ自分のプライドがへし折られると途端に仕事休み出したりしてね。心配だな。医師に向いていないんじゃないかな。とはいえ学生時代からエリート医師になるのが彼の夢だったのだから、そろそろ身の振り方を考えないと医師としてもやっていけなくなるぞ。学生時代のまま成長したような男だから更生は無理かもしれないと思ったが、何かきっかけを見つけてもらえたらそれでいいと考えた。そして次の日午後に家に来てもらう約束をしている。俺は朝からローストポークを作ったりシフォンケーキを焼いたりと趣味全開で料理を作った。高橋は彼女を連れてきた。飯田かなさんという女性で、高橋が学生時代に俺から奪った元カノじゃなくて安堵したのは妻に内緒だ。
ちょっとだけ高橋との距離感が気になったが、気さくで明るい女性だった。昨日の今日で高橋は妙にそわそわしていたし、俺がワインを勧めても飲もうとしなかった。かなさんはニコニコ笑いながら、美味しい美味しいと食事に舌包みを打っていた。かなさんは娘の美咲とすぐに打ち解けて、新しく作ったばかりの青い屋根のお家を出してきて、うさぎちゃんファミリーの人形で遊び始めている。彼女自身、彼氏の上司宅に来ること自体アウェーな感じがしていたのかもしれない。それならば高橋との微妙な距離感もうなずける。不甲斐ない。高橋がぽつりと言葉を放つ。どうした？何かあったのか？医師としても人間としてもいろいろ投げ出しそうになってるよ。心臓外科医になりたいけど、バイパス手術すらおじけづいてる。それに同棲しているかなともギクシャクし始めててな。そうか。あいつにカフェを辞めさせてしまったんだよ。上司であるサナは高橋を俺に任せて、美咲とカナさんが遊んでるところへ身を寄せていた。カフェ？カナさんはカフェで仕事をしていたのか？カフェを経営していたんだよ。俺が宮廷大附属病院へ転職した時に突然店を畳んでしまったんだ。だって高橋の前職は西の方にある大学病院だったんだろう。俺だけこっちに移り住んで慣れた頃に呼び寄せようと思ったんだ。病院の近くに物件見つけて新しく店を構えてもらおうと思ったんだよ。そうだったんだ。そうしたらカナも突然カフェを閉店させて俺と一緒に引っ越してきたんだ。それと同時に俺も仕事に行き詰まるし、カナも何をしてるかわからないし。きちんとカナさんと話をしたのか？それがな、はぐらかされてしまうんだよ。じゃあちょっと見方を変えよう。高橋は仕事に行き詰まると言ったよな。自信満々だった高橋はどこ行ったんだよ。前職は外科医として仕事をしていたんだよ。でも病院にもそれぞれの質があってな、そんなに難しい手術症例の経験がない。大きな病気をした患者は隣町の大きな大学病院へ行ってしまうからな。高橋はコーヒーをすする。少しでも手数を増やしたくて転職を決意したんだけど、医者としての最高峰で最高のところに席を置きたかっただけなんだ。自分の技術や知識そっちのけで転職したから虚勢ばかり張ってしまう。昨日もバイパス手術の執刀を振られたが、麻酔を入れた後でおじけづいてしまった。自分でも分かってるんだな。まあ高校卒業してから今まで俺の性格が災いして散々煮え湯を飲まされたからな。なんか学生時代はお前が羨ましかったんだよ。可愛い彼女もトップの成績も現役合格も何でも手に入れててさ。俺だってそれなりに努力したんだぜ。お前みたいになりたくて真似たけど全くお前にはなれなかった。そりゃそうだ。俺だって嫁さんみたいにパワフルな外科医にはなれないよ。外科に戻って地道に学ぶよ。どうしてそれを話してくれないのよ。気づかないうちに俺たちの話を聞いていたかなさんがヒロシに詰め寄った。私にも嘘ついて見え張って知らないとでも思ってた？私ヒロシさんについていくよって言ったじゃない。私じゃヒロシさんを支えきれないの？もっと頼ってくれてもいいんだよ。俺は気配を消して二人のやりとりを傍観することにした。だからってあんなに大事なカフェを潰すことなかったじゃないか。私ね、カフェの営業は5年だけって決めていたのよ。先日がその5年目だっただけ。今は何をしてるんだよ。夜に出かけていくじゃないか。正確には昼も夜もよ。高橋はキョトンとしてカナさんを見る。ごめんなさい、もうちょっと黙ってるつもりでいたんだけど。私ね、看護学校に通ってるの。あっちでヒロシさんと暮らしていた頃からね。
こっちに引っ越してきてからも受け入れ先を探して転入したのよ。看護学校？看護師さんになるのかい？保健師を目指していて、4年生の看護専門学校に通っているんです。かなさんの発言にみんながびっくりする。美咲と遊んでいたサナまでもだ。今36歳なんで、遅いといえば遅すぎる選択なんですけどね。それに今のカリキュラムを卒業してから助産師学科で1年間学ぶことにしたんです。助産師資格も欲しいので、まだまだ夢の途中なんですよ。再来年からは看護師として働きながら助産師資格を取るための勉強をします、とかなさんはにっこり笑っていった。少しでもひろしさんが見ている世界に身を置いてみたくってね。カフェを経営してお金を貯めるのと社交性を身につけておきたかったから、5年だけって自分で決めて仕事をしていたのよ。そうだったのか。っていうか、なぜ黙ってたんだよ。おあいこですよ。あちらの大学病院で働いてた時だって私に何も教えてくれなかったじゃない。転職を決めた時も落ち着いたら呼び寄せるってそれしか言ってくれなかったし。そしてにっこり笑ってこう続けた。この人の弱い部分を受け止められるのは多分私しかいないと思います。ひろしさんの虚栄心の魂を打ち砕いてやるのが私の使命かなと。いい彼女じゃないか。手放したら高橋は本当にダメになるぞ。かなさんのためにもこれからのことしっかり話し合いましょうか。外科医として経験を生かせる医局もたくさんあるのよ。高橋は深々と頭を下げた。自分を変えたい気持ちがあって支えてくれる彼女がいるんだから、高橋先生はもう大丈夫かな。高橋はやっと今日一番の笑顔を見せてくれた。その後の話だ。高橋は宮廷大附属病院の肝臓や膵臓の治療を行うための専門的な部署の医師として働くことになった。前職の兼ね合いで肝臓や膵臓などの手術に長けていることが分かり、そちらの医局長に呼んでもらえたのだ。かなさんも看護師と保健師の国家試験の準備を始めている。宮廷大附属病院の看護師として働くために就活もしているようだ。まあよかったのか。よかったと思うよ。あ、でも私ね、ライチさんの高校時代の彼女の話聞いてないな。え？高橋先生に彼女を奪われた話教えてよ。どんな女の子だったの？いつまで続いたの？ねえねえ。そんな昔の話忘れたよ。俺はサナの追求から逃げ切れるか、それだけが不安だった。最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。